エドワード・ジェンナーは、イギリスの医学者。天然痘の予防において、それまで行われていた人痘接種法より安全性の高い主刀法を開発した。近代免疫学の父とも呼ばれる。もともとは、ジョン・ハンターの元で医学の教えを受けた田舎の開業医だった。この時代、イギリスでは、天然痘はしばしば流行していた。 天然痘に対する予防接種は、オスマン帝国駐在大使夫人だったメアリー・モンタギューが現地で天然痘患者の脳法から抽出した液を健康な人間に接種する人痘接種法を知り1721年に帰国すると自分の娘に首都接種を施してイギリス上流階級に広めた。ただ、この予防法では、 接種を受けたものの2%は重症化して死亡するなど危険を伴うものであった。搾乳婦の牛刀を調べるジェンナー、ジェンナーが医師として活動していた頃には乳搾りなどをして牛と接することによって自然に牛刀にかかった人間はその後天然痘にかからないという農民の言い伝えがあった。天然痘に比べると牛刀ははるかに死亡率の低い安全な病気であった。 ジェンナーは、これが天然痘の予防に使えないかと、1778年から18年にわたって研究を続け、1796年5月14日、ジェンナーの使用人の子であるジェームズ・フィップスという8歳の少年に牛痘を摂取した。少年は若干の発熱と不快感を訴えたがその程度にとどまり、深刻な症状はなかった。 6週間後にジェンナーは少年に天然痘を摂取したが少年は天然痘にはかからず牛痘による天然痘予防法が成功した。一部の電気や偉人伝統では自分の息子に試したフィップスはジェンナーの実の息子と記述されている場合があるが自分の息子に試したのは この牛刀摂取の7年前の天然刀摂取であり、文献などへの取材が不十分なまま混同して言い伝えられているものである。1798年、これを発表し、その後、首都法はヨーロッパ中に広まり1802年、イギリス議会より賞金が送られたが、医学会はこの名誉をなかなか認めなかった。 また一部の町村では牛頭を摂取すると牛になると言われて苦労したが、摂取を神の乗った牛の聖なる液と説明したと言われる。しかしその後の天然痘の大流行を機に、ジェンナーの主都法は急速に普及し、彼は近代免疫学の父と呼ばれるようになった。その後天然痘ワクチンは改良されて世界で使われ、1980年には、 天然痘の根絶が宣言された。1789年王立協会フェロー選出。鳥の修正にも造形が深く、格好の拓乱や鳥の渡りを研究したことでも知られている。首都発明100年を記念して制作された、ジェンナーの銅像、東京国立博物館。ありがとうございます。